はい、こんにちは、ビッグボーイです。ファイナルファンタジー15アサシンクリエイトフェスティバル。続きやっていきます。真実の旗集めや他のミニゲームが遊べるようになりました。地図を確認して遊びに行きましょう。あ、フェスティバル中も帝国軍がいるので気をつけてください。はい。発電所の、まあ、お偉い人、ポリーがさらわれちゃったから、助けに行く。全力で。ホリーのこと頼むよ。大丈夫、俺に任せて。お前が言うな。はい。え、闇の取引。あれ、なんか見たことあるんだ、この親父。この親父、写真集めめっちゃ要求してきた親父だな。近いところからやっていこう。え、これ降りて大丈夫じゃない。あ、ここにいたのか。あんた、アサシンだな。はあ？アサシンなら街中にいるけどな。格好だけの偽物の話をしてるんじゃない。俺にはわかる。あんたは本物だ。で、その本物のアサシンに用って。腕利きと見込んで頼みたいことがある。帝国兵を暗殺してほしい。物騒な頼みだな。なんでそんなこと。危険なのは分かっている。報酬ならいくらでも出す。金ね。そうだな。じゃあ代わりにフェスティバルのメダルが報酬ってことで。フェスティバルのメダル？物好きだな。まあいいだろう。闇の取引。壊れた魔導コアを持ってくる。よし、契約成立だ。帝国兵を暗殺した際に壊れた魔導コアを入手することがあります。ほうほう。ああ、なるほどね。この男にいろいろ報告したら物がもらえるってことか。どうだ、暗殺できたか。ならさ、ちょうどこっちにさ、ちょっとあれ、なんだこった。ミスったーと思ったらミスってない。あ、あれ、ゲットしてよ。すいません、早々にゲットしたけど。よく見たらあっちにもいるな。どうだ、物は持ってきたか。いい仕事してるな。物好きって言ってたけど、お前もなかなか物好きだけど。あと3つ、まあ、ついでにね。あいつ怪しいな。だよね。真実はなく、許されぬことなどない。お、間違った。いや、本物のアサシン。緊急事態が発生しました。市民の皆さん、一時避難をしてください。そんなにバカでもなかった。魔導兵は、大丈夫。ああ、市民の誘導、サンキューな。夜になっちゃった。夜までいたの。眠れ。普通に近づけばかなりザルだな、魔導兵。で、あ、違う。真実の旗集めね。そっち行ってみよう。
これ下にはどうやって降りればいいんだろう。ここから降りれない。降りた。この辺に帝国兵はいないか。ここではかつてのアサシンのように機敏に動き回り、町中に散らばっている旗を集めてくる遊びをやっている。挑戦してみるか。へえ、面白そう。全部集めたらまたここに来るがいい。褒美を用意して待っている。旗集め。旗ったら、え？ああ、場所は分かんないんだ。そこら辺にあるってことが、これが一番気になる。この写真おじさん。こんなとこまで帝国兵がいるなんて。うぜえな。追い出すか。隠れた状態の暗殺。これ本家朝栗にもある手法じゃない。口笛を吹く。来た来た来た。プロンプトすぐそこにいる。暗殺。はい、中に一緒に入っちゃおうね。これ完全にアサシンクリードにあった技だ。魔導兵ってなんか使い捨てっていうか切ないよね。別にただの機械兵だろ。人間じゃねえし。そうだよね。なんだ。ううん、なんでもないよ。やめろノクト、やめろノクトズ。俺下にいるね。わかった、行ってくる。プロンプトの前で魔導兵どうこう言うなノクト。あれで写真家おじさん下か。行った。いいカメラ持ってるね。フォトチャレンジに挑戦してみなよ。隠れているターゲットを見つけて撮影。ちょっとしたアサシン気分を味わえるゲームだよ。アサシンフォトチャレンジ、全部収集系だね。久々に会ったけど、ビブは相変わらずだね。だな、元気そうでいいんじゃね。あの人ね、最後まで依頼聞いてあげたら結構いいアイテムくれたけど。え、くじ。あ、ステッカーくじか。こっちショップだもんね。フェスティバル楽しんでる。これ欲しい。あ、ファンファーレ。おう、カラーエフェクトゲット。おじいちゃん、僕大きくなったらアサシンになるんだ。で、おうおうおうおお。すげえ、これがアサシンが見た景色。絶景シンクロ。シンクロによる敵の情報開示。カードキー集め、そうだ、カードキー集めしないと。こっちに飛ぶのはまずそうだな。あ、そうだ、こっちにイーグルダイブ。これよく背骨いかないよな。そんなこと言ってる場合じゃないでしょ。気持ちよかった。実はすんごいやりたかったのね。やつらの位置は大体分かった。うん、後で他の場所はイグニスたちに連絡しておくね。俺たちはこのままロキの部下を探そう。
ここ普通に歩いていけばバレない、きっとバレない、バレなかった、バレない、私はただの通行人、何もしない、何もする。眠っとけ。まあ普通の窓辺は簡単に落とせないね。コアはこっちにいんの、あれこっち、あ、いた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 、隠れてプロンプト、隠れてプロンプト隠れれてねえよ。はい、こんにちは。それ楽しい？割とな。おっと、どっか上に登りたいな。暗殺しちゃうか。このね、暗殺方法ね、あの本編で言うと13章目か、あの今と同じように力をノクトが失って、ホーリーを助けなきゃ、指は力頼りになっちゃう場面でもできてもいい技な気がする。こっち向いてる、ん、これこっからでもいい、口笛吹けんのか、吹けるんだ。いらっしゃい、コアゲット。ちょっと距離置いて歩いてね、匂わねえし。よし、あ、これが旗か。で、ここの下にん、グラディオじゃね。ああ、目のやり場に困るね。レスタルムってすげえ。眠れ、安らぐ。さっき、わしの例えが入ったかけましよ。だから、一致聞かれちゃった。はは、誰だよそれ。笑顔が素敵で、すごいかっこよかった。おい、話聞けよ。何、リア充が多いのここ、剣出せなかったし。グラディオ、あそこに立ってるやつがカードキーを持ってる、かなり警戒してるな。どうすりゃいい。俺が注意を引きつける。で、それから。それから。あとは考えろ。うわあ、おい、マジかよ。納金野郎め。あ、これだ。あ、そんな風に隠れることできるんだ。暗殺。いらっしゃい。そこ誰んちさ。中どんな感じ。普通だわ。アサシンってか不審者っぽいけど。残りはこっち側か。降りよう。今年のフェスティバルの夜は、なんだお前らは。あなたがいつもより素敵。あなたがいつもより素敵に見えるわ。眠っとけ。眠っとけ。ぼちぼち魔導コアが手に入ってるから届けに行くか、そのうち。え、え、なになに、どこに見られた今。あ、あそこにいる。こいつに見られたんか。せばい。あいつは虫。よーし、じゃあ写真撮ろうよ。俺が町の人たちを引き連れて歩くからさ。それに紛れ込んで、どうにか近づいてみてよ。
目の前にいたんか。待て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 、奥にいるやつさ、あいつ、あーそっち向いた。でタイミングが合わない。今です、真正面向いてるけど暗殺なのかこれ。OK、残るはここ、まっすぐ行こう。人通りが多いところにさすがに窓兵なんていないでしょう。こっちだ、あれだ。とっ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 、これが一番いい。いらっしゃい。メタル、あとはこっちにもう一体いたはずなんだけど、向こうか。こっちやたら暗いな。あれガソリンスタンドだもんね。こっちに、あ、いた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 。ここも入れていっている。こっちこっちこっち、はーい。めっちゃ口笛吹けた。ゴミ王子見っけ。うっせ。ゴミ王子？あと一体。普通に突っ走ってたら見つかった。オッケー。またゴミ王子言われる。大丈夫かプロンプト、帝国の奴らは捜索打ち切ったみたい。そっか、すぐそこにいるじゃん。おお、待って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 、いきなりこっち振り向くな。どうだ、暗殺できたか。結構ゲットしたけど。期待してるぞ。どんどん要求してくるね。チトラカードキーをヘイトリック暗殺の実行を報告した。ああ、ヘイトリックチャレンジ。ヘイトリックの証。ああ、ドアトリックはその辺全部くれるんだ。市場の方か。真下、あれいなかったっけ。いや、そう、あそこにいるからもうちゃんと口笛を吹いて。はーい、こんだけ口笛吹いてたら窓兵といえども真っ先に開けるでしょう。出れない。出れた。ちょっと距離置いて歩いてね。匂わねえし。
向こうか。ほっ。あ、イグニス。市場の奥にいる帝国兵がカードキーを持ってるようだ。ただ何体か兵士が巡回していて簡単には近づけない。で、サークは？俺が屋根に上がって奴らの動きを電話で教える。わかった。見つからないように奥まで進んでくれ。了解。暗殺なのにデジタルな。少しずつ減らせばいいんじゃないか。2人同時に来られたらまずいかも。1人だけ来た。もう一人来い。あ、来た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 。プロンプト全然隠れれてないけどね。暗殺。右だ、ノクト。わかんねえよ。登っちゃえばいいんじゃない。あ、いた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 。エアーサシンができなかった。マジで暗殺。あれ、あ、まずい。まっすぐ。ほっ。まずい。戻れ。まずい。登る。隠れろ。これも上渡っていっちゃおうぜ。ほっ。オッケー。電話が全然役に立たなかった。カードキー揃ったか。いや、最後の一枚はロキが持ってるらしい。ノクト、もう一度塔の上からロキを探してくれ。わかった。で、手に入れた後どうする。私が邪魔装置を止めるよ。え、シドニーが。工場なら入ったことあるし、機械のことなら役に立てると思うから。それに大切な人が大変な時に何もできないのは嫌なんだ。しっかり護衛をつけねえとな。悪い、頼んだ。ああ、それで数日後のあそこから始まるんだ。よし、それじゃ今回ここまでにしよう。次回ロキ、まあ、ロキってそんな、なんだろう、大物でもないけど、ロキと対峙。じゃあ今回こんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。